ピード離婚した韓国芸能人、結婚生活が長く続かなかった夫婦5選。華やかな世界、芸能界。芸能界で活躍するスターの結婚は、どこの国でも国民の大きな関心を集め、みんなが羨むプロポーズエピソードや華やかな結婚式など話題も絶えませんよね。最近では愛の不時着で共演したヒョンビンさんとソン・イェジンさんというスター同士が結婚し話題になりました。そんな嬉しいニュースがある一方、結婚したものの短い期間で離婚してしまったカップルもいます。今回は結婚生活が長く続かずスピード離婚した韓国芸能人5組を紹介します。スピード離婚した韓国芸能人5組を紹介。一般人か芸能人かにかかわらず、幸せな結婚をしたものの離婚という結果を迎えてしまう夫婦も少なくありません。プライベートだといえども、芸能人が離婚したとなると一体何があったのかと気になってしまいますね。共に生涯を生きていくことを誓ったにもかかわらず、短い期間で結婚生活を終えてしまった芸能人とは一体誰なのでしょうか。早速見ていきましょう。ソン・ジュンギ、ソン・ヘギョ。まず一組目のカップルは人気スター同士のカップル、ソン・ジュンギさんとソン・ヘギョさんカップルです。2016年に放送された大ヒットドラマ太陽の末裔、ラブ・アンダー・ザ・サンで共演した2人は、共演後から熱愛説が浮上していました。最初は交際を否定していましたが、2017年に交際を認めると同時に結婚を発表。結婚式にはパク・ボゴムさんやキム・ジオンさん、ユアインさんなど名だたる俳優たちが参加し、まるで何かの授賞式のような豪華さだったそうです。また10億円もする新居を構えたことも話題になりましたが、その2年後2人は結婚生活に終止符を打っています。離婚の原因についてソン・ヘギョさん側は性格の違いを克服できなかったと発表していますが、実際の原因は分かっていません。ソン・ヘギョさんはソン・ジュンギさんと結婚する前にも共演者や俳優との交際の噂が絶えず、共演者キラーと呼ばれるほどモテる女性です。その過去からソン・ヘギョさんの浮気ではという噂も当時はあったようですが、真相は闇のまま。ソン・ソンカップルと呼ばれ多くの人に愛されたカップルだっただけに、あっという間の離婚を残念に思う声も多かったようです。キム・サンヒョク、ソン・ダイエ。次に紹介するのは男性アイドルグループクリックビー出身のキム・サンヒョクさんとショッピングモール CEO のソン・ダイエさんカップルです。キム・サンヒョクさんはアイドル出身ですが、バラエティ番組で才能を開花させ歌手兼タレントとして活動しています。そんなキム・サンヒョクさんの熱愛が発覚したのは2018年。知人の紹介で出会ったソン・ダイエさんと順調に交際を続け、2019年4月に2人は結婚しました。ソン・ダイエさんは一般人であるため結婚式は非公開で行われましたが、新婚旅行の様子をインスタグラムに投稿したり、交際中からラブラブな様子がたびたび話題となりました。しかし結婚から1年後、2人の結婚生活は終わりを迎えてしまいます。離婚の原因を見解の違いがあったとしていたキム・サンヒョクさんでしたが、離婚後に出演したバラエティ番組で相手のために口を閉ざしていることが多いと語っています。それに対して SNS を通じてソン・ダイエさんが反論するなど泥沼の様相になってしまいました。イハヌル、パク・ユソン。次に紹介するのはヒップホップグループ DJ DOC のメンバーイハヌルさんとパク・ユソンさんのカップルです。 DJ DOC は発売したアルバムが次々に100万枚を超えるなど、若者を中心に人気が高い韓国のヒップホップ界をリードするグループ DJ DOC のメンバーであるイハヌルさんは2018年に11年間交際した17歳年下のパク・ユソンさんと結婚しました。交際中から同棲していることを公表し、ファンから応援されていた2人。当時出演していた番組でチェジュ島で挙げた結婚式の様子を公開するなど、
11年間の交際を経てゴールインした2人に祝福の声が集まりました。しかしその1年4ヶ月後、突然離婚を発表します。2人は円満な合意に至って離婚に向けて準備を進めていると発表されましたが、長年交際した2人の離婚にファンは衝撃を受けました。離婚後、2人は私たち離婚しましたというリアルバラエティ番組に出演しています。円満に離婚が進んだというだけあり、わだかまりがある様子もなく、友達のように気楽に話す姿が話題となりました。 P 軍、ユミン。アイドルグループトップドッグ出身の P 軍さんと、同じくアイドルグループの BP ラニア出身のユミンさんも結婚後スピード離婚したカップルです。 P 軍さんは結婚当時すでに脱退していたものの、トップドッグのメンバーとしてデビューした人気アイドル。またユミンさんもモデルとしても活躍する BP ラニア出身のアイドルです。2人は2018年に結婚を電撃発表。アイドル出身の2人の結婚ということで、当時韓国では大変話題になりました。同年12月には第一子を出産したユミンさん。P軍さんは自身の SNS に息子の誕生を喜ぶ投稿をするなど、一見2人の結婚生活は順風満帆に見えました。しかし同時期に別居していることを公表。なんと6ヶ月で2人の結婚生活は幕を下ろしてしまいました。その後のテレビ出演で結婚式当日から喧嘩が絶えなかったことを暴露した2人。また育児についても意見の食い違いがあったと話しています。アイドル夫婦として国民に祝福されたため、2人のあっという間の離婚を残念に思う声も多かったようです。 LJ イソンジョン。最後にご紹介するのはタレントの LJ さんと女優のイソンジョンさんカップルです。 LJ さんはケーブルチャンネルなどで活動するマネージャー出身のタレント。一方イソンジョンさんはシットコムと呼ばれる1話完結型コメディドラマ男3人女3人で人気を博した女優です。2人はなんと出会いから45日で結婚したという驚きのカップルです。スピード結婚というドラマティックな結婚をした2人でしたが、その結婚生活は長くは続かず、結婚の4ヶ月後には離婚してしまいました。離婚を発表したのは離婚後数ヶ月経ってからでした。離婚を公表していなかったため、すでに離婚しているにもかかわらず新婚としてバラエティ番組に出演したこともあったそうです。その番組では婚姻届を提出した時には感動で涙したというエピソードを披露していますが、実はこの時すでに離婚していたとは驚きです。あまりに短い交際期間で結婚してしまったため、お互いをよく知らなかったことが離婚の原因だと明かしています。その結婚期間の短さに仮面夫婦と国民から呼ばれることもあったようですが、本当に愛していたと LJ さんはこれを否定。スピード結婚で話題になった2人はスピード離婚でも話題になってしまいました。まとめ、いかがでしたか？今回は結婚生活が長く続かずスピード離婚した韓国芸能人5組をご紹介しました。芸能界で成功した芸能人といえども、結婚生活はなかなかうまくいかなかったようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。